伊豆淵克治伊豆克治は、日本の外交官、政治家、外務次官、在アメリカ合衆国日本大使、貴族院直選議員、参議院議員等を務めた。岩手県第一大区一小区二大村で、旧森岡半々市の次男として生まれる。旧西森岡中学校卒、1902年、旧西東京高等、商業学校専門部貿易課卒業。 1902年、外交官を及び領事官試験に合格し外務省、入省。経常在勤、ドイツ在勤、政務局第一課長を歴任。第一次世界大戦中は在中華民国日本、帝国公使館一等書記官を務め、戦後54運動などを受け、三島半島の利権を中華民国に返還すべく三島官府委員として対処に当たった。 在アメリカ合衆国日本帝国大使館一等書記官在ドイツ日本帝国大使館参事官を経て、1923年に外務省アジア局長、大使文化事務局長平任となり、東方文化事業に関わる。1924年外務次官に就任し、万4年務める、1925年度情報部長、兼務、1928年中アメリカ、 合衆国特命全権大使に就任し、満六年務め、排日民法への対応や、満州事変に関する対米外交等にあたり、軍部の意向に反して、日米関係改善に努めた。1934年対名、親善大使として、オーストラリア訪問、1936年貴族院議員に、直戦。1947年、貴族院の廃止を受け、 1> 第1回参議院議員通常選挙に岩手県から無所属で立候補し当選。選挙直後に地元で肺炎となったが前回しかし病気の影響で体が衰弱。国会召集日には所属先の緑風会までは来られたが、体調を理由に本会議には出席できずに帰宅。その後も登院することができず、同年死去。 8月21日の参議院本会議において、佐藤直岳の弔意決議案に基づき弔意が表された。死亡する前年、前々年にも大規模な回復手術を受けているにも、かかわらず参議院選に立候補することを聞いた、佐藤直岳は、どうかね君、それは大丈夫だろうか、と心配したところ、本人は、いいや君、男は年に一度ぐらい腹を切るものだよ。 といった逸話が残っている。妻浜は、司法省民事局長、中央大学学長、東京弁護士会会長等を歴任した、菊池武雄の娘。外務省顧問や衆議院議員を務めた、白鳥俊夫は議定。娘の陽子は、外務審議官や中アメリカ大使を歴任した浅海、光一郎の妻。EU 代表部大使を務めた浅海和夫は孫。 ありがとうございます。